日本の建築は韓国のパクリだ。こんにちは。突然ですが、皆さんはどんなお家に住んでいますか？家といってもいろんなタイプがありますよね。一戸建てやマンション、アパートのような集合住宅、最近は数人でシェアハウスをして家賃の負担を軽くしている人も増えてきました。今のお家が気に入っている人や、今よりももっと広いお家に住みたいなど、家に対する理想を持っている方も多いでしょう。今回のエピソードは、ある韓国人男性が彼女の提案で日本へ旅行に来た時のお話です。彼は小さい頃から一戸建てのお家を建てたいという夢を持っていました。そんな彼が、日本の建築は韓国のものを真似ていると考えていたそうです。しかし日本へ来て意外な事実を知ることになったのだとか。彼は一体どんな体験をしたのでしょうか。日本は韓国よりもはるかにすごかった。俺の名前はシュー。韓国人だ。俺は小さい頃から大きな夢があった。それは将来大きな一戸建てを建てること。大きな庭にプールは絶対。家の中もできるだけ広くして、こだわったお気に入りの家具で揃えるんだ。だけど、俺が住んでいる韓国ではコンクリートで作られたアパートが主流なんだよね。日本だとこれをマンションっていうのかな。俺も今はまだそのマンションで暮らしている。俺の一戸建て計画を知っているみんなはバカにしてくるんだよな。韓国でそんな豪邸は夢を見すぎだって。でも俺は将来絶対に理想の一戸建てを建てるんだ。そのためにはまずお金持ちにならないとね。俺は時間があれば理想の家を建てるためにカタログを読み込んだり、気になる情報をインターネットで調べていた。そんなある時、こんなことに気づいたんだ。日本だって小さい国なのに、韓国よりもはるかに一戸建てが多い。日本はよく地震が来るし、自然災害だってあるのに。普通は韓国みたいにマンションに引っ越すんじゃないのか？気になった俺は、それから日本のニュースを見てみたり、日本人の SNS を見るようになった。そんな時、彼女が日本へ旅行に行きたいって言い出したんだ。彼女は嬉しそうに日本の旅行雑誌を持ってきたから、一緒に見てみたんだけど、そこには一戸建てじゃなくて、高層マンションやビルがたくさん並んでいた。それを見た俺は、ああ、やっぱり日本は韓国の技術をパクっているんだなって感じたよ。さっきも話したように、韓国は戸建てよりも集合住宅が多い。だから高層マンションを見た俺は、日本は韓国を真似ているって感じたんだ。日本は壊れやすい木造の一戸建てが多いから、真似をされるのも仕方ないよね。となれば、日本の発展はやっぱり韓国のおかげじゃないか。それを我が物顔にしている日本はずるいやつらだ。でもせっかくだし、日本旅行は彼女と一緒に行ってみようと思う。彼女も一人は心細いだろうからね。僕も一緒に行くって言うと、彼女はすごく嬉しそうだった。そしていよいよ日本旅行。俺たちは大阪というところへ来た。日本で一番高いと有名なあべのハルカスに登るためにね。建物を見ただけで彼女はとてもテンションが上がっていたよ。確かに展望台から見た景色はとても綺麗だった。空が青くて空気も良かったしね。だけど、俺はこの建物もすぐ地震で壊れてしまうんだなって考えると、少し残念な気持ちになったよ。そんなことを考えていると、彼女が突然、大仏様を見に行きたいって言い出したから、電車で奈良へ向かったんだ。大仏様がある東大寺まで歩いていたんだけど、途中木造の白壁と瓦の屋根でできた建物が見えた。とても古そうな建物だったけど、俺はそう見えるように建てられているんだと思っていたんだ。東大寺に到着して大仏様を見ると、予想以上に大きくて迫力満点だった。それに大きいのは大仏様だけじゃなかった。大仏様のいる建物そのものが大きすぎるんだよ。大仏殿という建物らしいが、下から見上げると赤茶色の木材が何層にも重なって、おもちゃのブロックのように組み重なっているんだ。僕があっけに取られていると、彼女がこの建物のことをこう話し出した。大きいわね。この大仏様は約1300年前に作られたらしいよ。この旅行のためにいろいろ調べてきたんだ。俺は彼女の言葉に心底驚いた。1300年前から？本当ならどんだけ丈夫なんだよ。この建物もそんなに前からあるのかな？うん、
建物は後から作られたんだって。300年くらい前にね。300年だって？そんなに長い間こんな綺麗な状態が保たれているなんて、一体どんな技術なんだろう。300年もこのまま残っているなんてすごすぎる。俺は彼女の話を聞きながら中を堪能していった。そして十分に満喫した俺たちは大仏殿を出た。すると出入り口から少し離れたところに小さなお寺があった。そこでは大工さんが補強工事をしていたんだ。興味を持った彼女がスマホの翻訳アプリを使いながら声をかけた。ここの建物はどれもとても綺麗で迫力があってすごいですね。一体どうやって建てられているんですか？最近の翻訳アプリは本当に有能だよね。言葉が通じない俺たちでも簡単に交流ができるんだから。突然話しかけられた大工さんは少し驚いていたけど笑顔で答えてくれた。あれは2つの木に切り込みが入っているんだよ。どっちもぴったり同じ大きさにしてね。そうすることでネジや釘を使わなくても木と木ががっちり噛み合うんだよ。俺はとても驚いた。ネジも釘も使っていないなんて誰が聞いても信じられないだろう。ただ木に切り込みを入れただけであんな頑丈な建物が建てられるなんて。彼女はあまり建築のことを知らないから目をキラキラさせながらすごいすごいって連呼していたよ。大工さんの話を聞いた後、俺たちは予約していた旅館へ向かった。旅館に入ると彼女がこの旅行にどれだけ力を入れていたのかよくわかった。俺たちが泊まった旅館はなんと奈良の山奥。どんだけ日本が好きなんだよ。韓国人だろ。そんなことを考えながら、俺は彼女の後ろをついていった。旅館の中を見渡すと、全体的に木造の建物だった。窓を見ると、木枠にガラスがはめ込んであって、外には木の柵がきれいに建てられている。さっきの大仏殿もなかなか良かったが、この旅館は木のぬくもりを感じられる旅館だ。いらっしゃいませ。ようこそお越しくださいました。お荷物をお持ちいたします。そう言って俺たちを出迎えてくれたのは、おかみという着物を着た女性だった。おかみはこの旅館を全体的に取り仕切っているそうで、英語で対応してくれた。この旅館はいろんなところから観光客が来るんだろうなって感じたよ。部屋に着いた俺たちは荷物を置いて部屋の中を歩いてみた。部屋自体はとてもシンプルだった。畳が敷かれていて、大きなテーブルが真ん中に設置されている。窓際には日本の雑貨が置かれていた。障子を開けると、そこは室内だけどベランダのようになっていて、そこにはテーブルと椅子が設置されていた。俺たちが座椅子に腰をかけると、おかみがお茶を入れて旅館の案内をしてくれた。お二人はどちらからいらしたんですか？韓国から来ました。ずっと日本に来てみたかったんです。とても素敵な旅館ですね。ありがとうございます。この旅館は昔から修行へ来るお坊さんたちをお迎えしているんですよ。今はたくさんのお客様が観光でいらしてくださるので、日本の和の心を大切にしたお部屋や温泉を提供しているんです。お気に召していただけたようでとても嬉しいです。笑顔で話すおかみに、俺は気になっていたことを聞いてみた。日本はとても地震が多いですよね。そうですね。それなのにこの辺や東大寺は木造の建物が多いのはどうしてですか？ここに来る前にアベノハルカスも行ってきたんですけど、コンクリートだとすぐに崩壊しちゃうから再利用ができる木造が多いでしょうか？すると女将は少し考えて俺たちにこう言ったんだ。そうですね。私は専門業者ではないので、詳しい回答はできませんが、素人として言えることは、日本は大変湿気が多い国だということです。木材には空気や湿度を快適に保つ働きがあるそうなんですよ。だから、日本では木材の建築物が多いのでしょうね。それに、木というのはとても耐久性に優れているんです。だから、地震にもかなり強いんですよ。私の友人も少し前にマイホームを購入していましたが、友人が日本の耐震住宅はかなり優れていると話していました。耐震住宅？俺は家の話に思わず食いついてしまった。この部屋の襖や引き戸、それに縁側から見える景色、どれもが美しい。正直この部屋に入ってきて日本の技術はすごいと思った。
日本はマンションや一戸建てに限らず、どの建物でも耐震製法がしっかり作られているんです。だから、アベノハルカスのような高いビルでも、とても頑丈で、大きな揺れが来ても最小限の被害で抑えられるようになっています。なるほど。俺は今まで日本は韓国の技術を盗んでいるんだと思っていました。だけど、おかみの話を聞くと、それはとんでもない見当違いだったんですね。勉強になりました。お役に立てて光栄です。俺はその後ネットで日本の建築について調べてみた。韓国の新しい建物は日本の耐震規定を基準にしているらしい。それにアベノハルカスにも使われている耐震技術も取り入れているらしい。俺は今まで日本は木材で一戸建てを建てたり、地震大国なのにコンクリートのビルを韓国の真似をして建築しているバカな国だと思っていた。だけど、バカなのは俺の方だった。旅館の中を見学して、お土産を買ったりしながら、俺は将来家を建てるときは、日本の施工法で建てたいと考えるようになっていた。今の日本の建築は、日本古来の技術と最新技術を合わせて作られている。家作りにこれほど心強いものはないだろう。俺がぼそっと、日本っていいところなんだなと言うと、彼女が嬉しそうに、でしょ、また来ようねと笑顔で言った。日本の建築の歴史。そもそも日本における建築の歴史は幕末から明治時代にかけて始まります。それまでも建築を担っていた人々はいましたが、設計管理を専門とした建築家が生まれたのは明治時代初期の頃です。この時、アメリカの技術と文化が導入されたのです。日本で専門的な建築教育の先駆けになったのが、工部省に置かれた工学寮と工部大学校です。工部省が設置されたのは産業の近代化を推進するためで、官営事業を統括した中央行政機関として工学寮、工部大学校はその下にありました。明治4年に工学寮は工学省の技術官僚養成を目的に設置され、明治10年に工部省の組織改編に伴って工部大学校になります。明治18年に工部省が廃止されましたが、その年までは工学分野の教育を担当していました。この工部大学校における建築の教育を担ったのが、海外から雇われたジョサイア・コンドル氏です。コンドル氏は1852年にロンドンで生まれ、ロンドン大学で建築を学びました。英国王立建築家協会主催の孫賞建築設計協議で優勝し、将来を期待される建築家でした。明治10年にコンドル氏は明治政府の招聘に応じ、25歳で工部大学校の教師になりました。主に現在の建築学に相応した教育をしており、明治17年まで工部省に属していました。英全局顧問として、帝室美術館、東京国立博物館旧本館や鹿鳴館、開拓私物売さばき所、日本銀行旧本店など数多くの建築設計に携わっています。コンドル氏の授業は実習がメインで、体系的なものはほとんどなかったようです。コンドル氏は工部大学校で自身が携わっていた建築にも学生たちを関わらせて実際に学ばせていたのです。後にコンドル氏は教育現場から離れて数多くの建築を残していきました。ニコライ堂。皆さんはニコライ堂をご存知でしょうか？ニコライ堂とは東京復活大聖堂のことで、駿河台の高台に建設されている日本最大の聖堂です。ロシア人建築家であるシュチュールポフ氏が基本設計を行い、コンドル氏が実地設計を行いました。この聖堂の設計は明治17年からスタートしています。明治24年に大聖堂は完成し、建築に力を尽くした大主教のニコライ・カサートキンの名前を取ってニコライ堂と呼ばれるようになったのです。このニコライ堂は大正12年の関東大震災の影響で、鐘楼を含む木造の部分の多くが火災で焼失してしまうという被害を受けました。しかし昭和2年に後の明治生命館などを手掛けた岡田新一郎氏により再建設計がされて、昭和4年に再建が終了。この時、鉄筋コンクリートを取り入れて構造の補強をするとともに、ドームや鐘楼の形状が変更されましたが、
それ以外のほとんどは建築当時のままで残されています。現在、国立国会図書館には、岡田新一郎氏や岡田庄五郎の建築設計原図修正が所蔵されており、その中にはニコライ堂の復元図や歌舞伎座、明治生命館などの建築設計原図も保管されています。台湾総督府庁舎。日本で本格的な設計・建築がスタートしたのは明治41年のことです。この時企画されたのが台湾総督府の庁舎建築です。庁舎の建築設計は台湾総督府の技術者が行うべきだという声も上がったのですが、総督府の民政長官を務めたことがある男爵、後藤新平が建築設計協議を推進し、懸賞金を大きくすることで、応募した人も真剣に仕事ができるだろうという理由で、自ら現在の3300万円超相当の寄付をし、建築設計協議を行うことになりました。審査員には辰野金吾氏、妻木頼中氏などが参加しており、優等者、高乙兵の3名には、それぞれ3万円、1万5000円、5000円の賞金が出されています。ちなみに当時の3万円は現在の価値に換算すると3300万円超です。結果、高賞は該当なしで、乙賞には日本銀行技師の長野右平次氏が当選しています。長野氏は辰野氏、岡田氏とともに日本銀行小樽支店を設計しました。大正8年、台湾総督府は長野氏の応募案に基づいて、総督府技師の森山松之助の設計によって建築されています。海外の反応。日本旅行いいね。奈良の大仏は僕も見てみたいよ。いつか日本に行くときは奈良にしよう。大仏でもしっかり見てこようと思うよ。確かに国の環境によってどんな家が暮らしやすいのか事情が変わってくるわよね。彼の理想の家には日本の技術が欠かせないわね。きっと素晴らしい家ができると思うわ。僕も日本の旅館に泊まりたい。きっとご飯は美味しいだろうし、温泉も気持ちいいだろうね。言われてみれば確かに日本の建築は木材が多いわよね。木材がそんなにいいなんて知らなかったわ。日本の技術はみんなが想像している以上に発展しているようです。今はネットで調べれば何でもわかる時代になりましたが、それでも実際に目で見て触って肌で感じないとわからないものってまだまだたくさんあるのではないでしょうか。しゅうさんのように何かをきっかけに物事の考え方が変わることはよくありますよね。いかがでしたか？皆さんの感想をぜひコメント欄でお聞かせください。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも面白いと感じたら、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。